どうもベアンです、今回の動画は、プラレール車両のメンテナンスのコツというかね、用意するものなどをちょっと簡単に紹介できればなと思います。で、12月19日に鳥取市のわらべ館というところでですね、ベアのねイベントをさせていただくことになりまして、そこで走らせるね車両のメンテナンスをちょっとやってるんですけども、イベント前にいつもやることなんですけどもね、このメンテナンスというのが。でどうしてもイベントで車両を使うと、どうしてもモーターとかがねだれるって分かりますかね。例えば新品の電池を入れたとしても、いつものその性能を発揮しなかったりとか、あとは、まあ、長持ちしなかったりするんですよね。で、そういった場合、モーターがちょっと微妙だったりする時があるので、そういった部分のメンテナンスとか、あとは電池をちゃんと入ってたとしても、坂が登らなかったりとか、そういった時、ことがあるので、まあ、そういうことがあると、イベントの時にね、どうしてもお客さんとかに、満足してもらわなかったりするので、まあ、こういった形で車両のメンテナンスっていうのをしっかりして、イベントで走らせています。それがまあ、ベアンのちょっとイベント前のスタイルかなと思っております。で、一応そのメンテナンスに用意するものなんですけども、まあ、まずは、ドライバーですよね。で、これと、あとは、ピンセットです。だいたい道具、あとこれかな？まあ、除菌シート、ウェットティッシュとか、こういうものですよね。で、これをまず用意します。で、あとは、ね、車両のボディを開けて中を見るんですけども、その時にね、このタイヤの部分に、ホコリをよく、絡んでたりするんですよね。普通にやっててもね、これですね、こんな感じで、ホコリがいっぱいあったりとかするので、これをですね、まずこれで拭き取ります。除菌ウェットシートでね。これはいいのかな。大体モーター車両。で、動力車ですよね。動力車のメンテナンスですね。メインのね。で、あとは、ここのゴムの様子。ゴムのこの、見るかな。この、車輪のゴムの溝を一応確認して、もしここが、この溝がね、微妙だったら、これ、ゴムタイヤ。これでゴムタイヤをまず交換します。これね、溝がなかったらね、坂とか登らなくなるので、ほんとそうなると電池を無駄遣いとかするので、まあ、なるべくこのゴムタイヤは交換した方がいいかなと思ってます。で、あとはこのジョイント部分ですよね。このジョイント部分。このジョイント部分が、これが普通正常な状態なんですけど、これちょっと離れてたりすると、持ったらポトンとか落ちるので、そうなると、ね、車両が落ちて傷ついたりしてしまうっていうのが、プレイヤー的にちょっと嫌なので、このジョイント部分を、まあ、ダメだったらこれで交換するというふうな感じになりますね。あとはモーターに関しましては、その電池を、新品の電池を入れて、で、ちょっとね、ほんと、サラっていうか新品の車両と合わせて、走らせてみて、遅かったりすると、やっぱりモーターがちょっと悪いんじゃないかなと思いまして、モーターを交換します。で、その時にはこれを使いますね。タミヤの、カスタマーサービスオリジナルという、クラフトパーツ、ノーマルモーターっていうのを大体使いますね。これ、ヨドバシで150円ぐらい、180円ぐらいだったかな、売ってるので、これ一応10個単位ぐらいで買ってまして、でイベント前にいつも交換しています。これ変えるだけで、だいぶその、車両のスピードとか、電池の持ちが変わってくるので、ほんとこれはね、ちょくちょくやってます。ただ、新しいシャーシ、これ新メカって言うんですけども、新メカのシャーシはモーター交換しやすいので、できますけども、古いね、シャーシだと、ハンダ付けとかが必要になってくるので、なので、なるべくイベントでは、その、古いシャーシのやつを走らせないようにします。で、新シャーシをなるべく走らして、メンテナンスもしやすくなる。あと、電池交換もね、例えば会場のスタッフさんに任せたりするので、その場合はやっぱり、付け方とかね、操作の仕方が統一されてた方が分かりやすいと思うので、そういったスタッフさんのやりやすさも考えて、同じシャーシ、同じ電池交換のやり方の車両を基本は使うようにしてますね。はい、でこれを本当、1イベントで大体10から20の車両を走らせるので、大体20ぐらいのメンテナンスをイベントの1週間ぐらい前からやり始めます。でもう今回はね、もう今終わった状態なのでちょっと知りませんけども、こうすることによって、まあ、車両とかを大事に長く使っていけるっていうふうには、ベアン的には思ってるので、このメンテナンスはしっかり必要かなと思います。であと、まあ、モーター交換する際にね、グリスアップといって、まあ、ギアの噛み合いが良くなるように、この2、4個のグ
グリスを一応塗ってます、まあ、これでちょっとはねうるささが消えたりするので、あのイベントでうるさくならないようにな工夫かなと思ってます。これはねグリスです。はい、こんな感じですね。あのベイアンのあのメンテナンスの仕方というものですけども、あの本当ね、あの分解モーター交換する場合分解しますので、それに関しましてはちょっとあの自己責任というふうな形でちょっとや、もしこのね動画を参考にしてやっていただけたらなと思いますけども、はい、あの本当物を大事にするっていう観点でいくと、このメンテナンスっていうのはかなり大事なことだと思いますので、あのちょっとやっていただけたらなと思います。はい、今回こんな感じで動画を終わりたいと思いますけども、明日からのねイベントの詳細が記載されているね鳥取の、わらべ館のホームページの方を概要欄にちょっとあの貼っておきますので、イベントの詳細などちょっとそこで確認していただけたらなと思います。はい、でまたね、いいことやってるなとか思われた方がおられましたら、できればね高評価ボタンの方よろしくお願いいたします。あとチャンネル登録まだお済みでない方はぜひぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。はい、今回こんな感じで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。